はい、こんばんは、業界人間365の時間です。今日はですね、ゲストにこちらの上田さんをお迎えしました。上田さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね、なんか緊張してはるような感じになってきましたけど大丈夫ですか？いい笑顔ですね、この番組はですね、皆さんの業界のいろんなお話を伺ったり、その方のね、ご活躍ぶりをお伺いしたりしております。じゃあ今日早速、家田さんの業界は何でしょうかということで、こちらですね、家田さん。はい、はい、写真業。はい、そうです、写真業です。写真全般をやっております。はい、写真全般と言いますと、まあ、撮影もあるし、他にどんなことが、簡単に言うと、店舗が近鉄百貨店の1階で DP ショップをしております。写真のプリントとか、はい、そういうのもやっております。なるほど、撮影とプリントと、はい、ね。はい、じゃあそういう写真業をされてます家田さんですけれども、ちょっと自己紹介をね、お願いしたいと思います。じゃあ自己紹介お願いします。はい、家田とよみ、54歳です。お株式会社ステップ家田の代表をしております。はい、趣味は、まあ、お酒を飲むことですね。三重、いいお酒いっぱいありますもんね。そうですね、だけど僕の飲んでるのは安いお酒ばっかりです。三重の名酒飲んでくださいよ。はい、これから飲むようにします。うん、地域活性化です。ね、はい、じゃあお酒が大好きな家田さん。はい。そうですね、じゃあそのね、ちょっと写真業界のことをね、いろいろお聞きしたいなと最初に思うんですけれども、ちょっとね、キーワードを挙げていただきましたら、このようにですね、写真整理っていうのが出てきました。ね、具体的にそのまあ写真整理、どういったご依頼になるんですか、これ。そうですね、先ほど言ったように、僕は近鉄百貨店の下で DP ショップを、もう10年以上経営してるんですけど、その時に紙ベースのプリントをお客様にもう何万枚ってもう出してるんです。はい、で今、時代がだん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 そのデータ化、というか、もうスマホとかああいうので紙ベースで持ってる人がだんだん少なくなってきたんです。なので、その今まで紙ベースで発信したものを一応回収して、それをデータ化する、そういう写真の整理の仕事を今やってますね。お客様の方からやっぱりこういう今までの紙の写真をそういうデータにしてほしいというご要望すごい多いんですか？そうですね、2パターンぐらいあるんですけど、一番多いのはやっぱり亡くなった方のお写真をどうしたらいいかということで、相談されて、たくさんあるアルバムを小さな CD に、1個にしてお渡しするっていうのと、もう1個は結婚してお家を離れる方、その、息子さん娘さんと写真をシェアするみたいな感じで、アルバムはご家庭で、でデータをお子様にお渡しするということで、今そういう方が多いですね。それはやっぱり写真業界全体に言えることですか？やっぱりそういうアナログからデジタルになったっていうところで。そうですね、もう写真業界でいうと、もうデジタルになって、まずプリントの方はもう本当に8割減ぐらいですね。すごいですよね。その分、今まで僕たちがプリントを供給した分がご家庭にいっぱいあると思うんです。その整理を手伝いしたいなと思って今やっております。へえ、そういうね、写真整理、皆さんもね、お家にね、たくさん写真が、それってどこの、なんていうんですか、その写真の、そのいろんなフィルムのメーカーっていろいろあると思うんですけど、はい、そんなもう全然問わずに、そうですね、何でも扱っていただける、もう本当にそういうのも問わず、で今まで一番古いのが100年前のアルバムを、そうデータ化させてもらったことがあります。100年前、はい、100年前言ったら、どんな感じの写真なんですか？もう色はセピアからもう少し薄い色になってましたね。それをまた僕のところで加工して、ちょっと見やすいような状態にして、お客様にお渡ししました。すごいですね。皆さんもぜひぜひね、そういういろんな写真整理ですね、これはすごい、いろんな、なんていうか、いろんな、お家の今ね、お家の中のこう整頓するとか、そういうのすごい流行ってるんですよ、特に女性の間で。だからなんかそういう意味でもすごい、これはなんかそういう業種の方とのコラボとかもこれからできるんじゃないですか？
今これは写真屋さんだけでやってるんですか？そうですね、今写真屋さんと、あとあのお寺の和尚さん、はい、あの亡くなった方の写真の整理で供養までっていうことで頼まれる時に、うん、僕あの仲良くしてもらってるお寺の和尚さんと、はい、一応あのコラボさせていただいてます。あ、そうですか、うん、そういうお寺の方とね、本当そのね、女性でね、家の、整理とか、うんうん、そういうのすごい今ね、教えてる方とか減ってるんで、いいんじゃないですか。なんかそういう方にね、こういう写真整理をね、教えたら、私はすごいなんか面白そうやなと思いました。じゃあ、ゆなさんのね、お仕事のキーワードをちょっと聞かせてくださいということでですね、ここに、奇跡というね、その写真業とどう関係あるのかなってね、パッと見た方には今ひらめく方はいらっしゃらないんじゃないかと思うんですけど、お話を聞けば納得するお話がきっと聞けると思うんですけど、この奇跡というのはどういったものになるんですか？はい、写真自体が人生の奇跡だと思うんです、うん、おぎゃーっと生まれて、はい、でだん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 大きくなって、うん、で成人して結婚して、うん、で子供ができて孫ができて、うん、その人生の奇跡を先ほど言ったあの紙ベースの人生の奇跡を僕のところでデータにするっちゅうて、うん、その商品の名前が奇跡っちゅう名前なんです。これは内田さんとこ独自の名前で？そうですね、僕のとこ独自の名前です。へえ、ね、そうやって、人生の奇跡を、はい、うん、写真が人生の奇跡って、でも確かにそうですよね。いろんな節目節目でみんなね、うん、写真撮ってますもんね。うん、このデータを例えば、なんかこう、アルバムにデザインしてもらうとか、そんなもあるんですか？データにすることによって、うん、フォトブックとかああいうのも、うん、しやすくなりますんで、はい、そういう安くフォトブックにしてくれる会社とか、そういうのもご紹介することもできます。うんうんうん、そうなんですね。この奇跡、ぜひ皆さんにね、はい、ご利用になっていただきたいなって今ちょっと聞いて思いましたけど、どんなお客様来られました？今までに今一番多いのは、うん、やっぱり先ほど言ったように亡くなられた方の、うん、お写真の整理で少し困っている方という方が、うん、多いんですけど、はい、その次多いのが結婚して、はい、嫁いでいく時にお写真がないと寂しいんで、うんうん、こう家とそこの子供たちとのシェアするということで、はい、うん、データにすることが多いですね。うん、お家にこうアルバムを残しといて、そうですね、で娘さんにデータにしたものをこう持たせてあげるっていう感じで、はい、他にどうですか？どんなお客様いらっしゃいますか？そうですね、うん、今多い一見ちょっと前この前にいただいたお客様は、はい、お写真を本当にもう今のうちに整理しておきたいと、うん、もう就活の一環として僕のところを訪れて、これ15冊ぐらいあったんですかね、これお写真データした後どうするんですかって言ったら、もうその方はもう処分しますって言って、うん、就活でもうちょっと処分させていただきます、うん、処分しますって言ってました。あれですよね、こうアルバムとしてかさばって置いといて、うん、でね、その子供さんとかがこれどうしようで困らんようにっていう、そうですね、ご本人はそう言ってました。気配りなんですね、ええ、就活の一環、就活っていうのもすごいなんか今注目されてるキーワードですよね。すごいなんかこの写真の整理ってすごく、だから今時代が求めてるもの、求めてください。本当にでもお話聞いてて本当にそう思います。そういうね、就活だとかね、家の、ね、整理収納とかすごく今ちょっと前まではねそんなに言われてなかったのに、この数年でものすごくそういうことをいろんなところでセミナーとかね、そうですね、出来出したし、うん、すごいなんかそう思ったら時代に求められてるサービスやなって私も本当に思いますね。僕この仕事をして納品に行って、皆様にその感謝でと喜びの顔で迎えられるんです。ありがとうございますって、あ
あ、この仕事っていいなと思います、うん、そうですよね。なんかこう撮影に行く仕事もね、あのすごくうす、ね、うん、楽しいし、うん、皆さんに喜ばれていいんだけど、もうこっちは本当その楽しいとかいうそういうあの喜びとまた違う、あ、そうです ね、また違う喜びの表情ですけど、うん、ですね、うん、本当だ。いやでもね、あの家田さんの顔がとっても神々しい感じがしましてですね、ちょっと大きいだけですけどね素敵ですよ。そういうね、この奇跡のサービスありますけど、これね自分でネーミングされたってさっき、はい、ね、おっしゃってましたけど、なんか他にも変わったネーミングの商品とかありそうですが。あ、そうですね、あの、もう一個僕のとこであのある商品なんですけど、うん、あの同窓会の時に、はい、あのタイムバッジという商品があるんですけど、30年前後の同窓会で30年前のアルバムから、うんうん、本人一人ずつ の、 こうあの、うん、写真を缶バッジにしまして、はい、で、あのそれをそれで同窓会に納品してそれをつけてもらうっていう商品があるんですけど、すごいですね。あのそれなかったらみんな誰か分からへんっていう感じですもんね。本当にあの5年とか10年おきにするとこはいいんです、うん、本当に30年ぶりの同窓会になるんですと、うん、本当にもう分からないです、ね、でそれを納品して、あの皆さん幹事さんが一人ずつ、うん、あの配布するときにみんな悲鳴が上がるんです特に女性の方まあとか言ってだけど一気に相場が和むんで、もうすっごいいいですね、で幹事さんにすごく喜ばれます、うん、最初幹事さんも一人一人全く知らない人が来るような感じで見てるんですけど、これを読み上げて渡すことにみんながこうめっちゃいいリアクションしてくれるんで、うん、でたちまち30年前の自分にみんな戻ってるんじゃないですかね、 その場でね、それめっちゃええですよ。あの世界で一番安いタイムマシンということで、ね、まあ、あのあやってます。タイムマシン販売中です、はい、絶賛販売中です。いやすごい、そのそれもご自身で考えられた商品なんですよね、うん、名前も付けられたぐらいだから。タイムバッジ中、うん、あの名前はもう商標登録であります、うん、すごいです。皆さん、もうじゃあ他のところではねそういうサービスがないんですから、もう皆さんあのこちらの家田さんのところに、ね、お願いします。はい、ぜひぜひあの近鉄の四日市駅のところ1階でねやってますんで、お店が、はい、私実は毎日お店の前通ってるんですけどあの 前、 あの前通ったら店寄ってください ね、 ね、本当ぜひぜひこの同窓会の幹事さんもですけど、本当皆さんのご家庭にあるね写真の整理をぜひこちらの方でね、あのお待ちしておりますので、また、家田さんのお店のお名前何でしたっけ、復習しますはい、ここで、はい、株式会社ステップ家田、あの近鉄百貨店1階のお店はフォトプラザステップで営業しております。はい、フォトプラザステップさん、はい、ぜひぜひ皆さんねご相談くださいということでですね、はい、すごいいいお話聞けました、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあですね、最後にね、今日はもうこれで終わりますが、はい、締めの言葉をねご一緒にお願いしたいと思います。あ、分かりました。じゃあよろしいでしょうか、いきますよ、はい、せーの、9時から毎日見えチューブ。